こんにちは。今回はですね、秋田新幹線小町号に乗ってきた動画です。これ連結のシーンですね。でこの後ちょっと時間を置いてまた声ありで紹介したいと思います。はい、というわけでね、また登場してまいりましたけども、今回は小町号のグリーン車に乗ってきたという動画です。このようにね、盛岡を発車して、で盛岡の街を見てみっぺということでね、こうやって見てるんですけども、やっぱね、盛岡は駅前がほんと発展してて、ね、郡山とはもう段違いなんですね。郡山はあの東口、有名な方は西口って方なんですけれども、東口がもうほんとひどいぐらいにもうね、なんかかそってる、かそってはいないんだけど、なんか発展してないというか、東口はね、どちらかというとなんか住宅街とか、あとはショッピングセンターとか、そういうところでちょっと開けてる印象なんですね。なんでちょっと街っていう感じがしないんですけれども、郡山は西口側の方がね、ビルとか立ち並んでて都会だなってイメージなんですけれども、東口がねちょっと残念なことになってるんですね。おじさんの頭みたいになってる。このようにですね、グランクラスは黒系のシート、グランクラスじゃない、間違えた、今のは普通に間違えた、すいません。イーロ系のグリーン車ですね。グリーン車はね、黒系の色になっててね、とても落ち着いた車内になっています。なんで俺グランクラスっつったんだろう。さてね、このように新幹線走ってますけども、この時は地震の影響でちょっと減速運転をしていたんですね。ですので本領発揮というかね、320キロでの運転はなかったんです。
紹介し忘れるところだったんですけれども、このようにグリーン車はですね、座席との間隔が広いためテーブルを手前に引き出すことができるようになっています。これは座席の間隔が広いグリーン車ならではの設備ですね。ちょっとこういうのがあるとね、特別感があって、あ、グリーン車に乗ってるなって感じがしてね、とてもいいですね。でグリーン車ね、この時は貸し切り状態でしたから、めちゃくちゃ静かなんですね。でグリーン車はね、床にカーペットが敷いてあって、でその時点でもう静かなのに誰もいないんですからね、めちゃくちゃ静かで逆に寂しかったですね。そういうのというわけでね、盛岡から仙台まで小町号に乗ってきました。普通ならね、30分ちょっとで盛岡と仙台間移動できるんですけれども、さっきも言ったようにね、地震の影響で減速運転になってしまって1時間半近くかかっていました。ですのでね、もう全線は再開して、でゴールデンウィークあたりから、通常のダイヤに戻るということだったので、楽しみですね。通常のダイヤに戻ったらまたはやぶさとか小町に乗って320キロ運転体感してみたいなと思っています。ではご視聴ありがとうございました。